皆さん、こんにちは。ハロープロジェクトに所属するジュースジュースおよびカントリーガールズの元メンバーの稲葉真中さん。彼氏の近くにいて欲しくない女ナンバーワンと名高く、アイドルとしての性格もあざといけど可愛いを略してあざと可愛いと言われており、人気にもつながっていました。そんな彼女は過去には彼氏とのツーショット写真が出回ってしまったり、ももちの愛称で親しまれている嗣永桃子さんと不仲説が浮上していました。また2016年8月には喘息による体調不良でカントリーガールズを卒業している彼女ですが、脱退理由の真相についてもネット上でいろいろと囁かれているようです。稲葉真中さんは過去に一体何があったのでしょうか。詳しく調査してみたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは稲葉真中さんについてご紹介します。1997年12月27日生まれ、北海道札幌市出身、マナカンという愛称で親しまれています。2013年5月ハロプロ研修生に加入。ハロプロ研修生になる前には北海道のローカルアイドルピースフルのメンバーとして活動していました。また2009年のモーニング娘。9期オーディションに参加していたことを公言しています。その後の2013年5月ハロプロ研修生に加入しました。2014年11月5日里田舞さんが所属していたカントリー娘というグループを受け継ぐものとしてカントリーガールズの結成が発表されました。稲葉真中さんは里田舞さんより直接カントリーガールズへの加入が伝えられます。カントリーガールズには桃地こと嗣永桃子さんがプレイングマネージャーとして参加していました。2015年3月25日発売のファーストシングル愛おしくってごめんね恋泥棒でデビューを果たしました。4歳の時から習っているダンスはハロプロ全体でもトップクラスの実力。可愛らしい見た目からは想像できないほどのキレキレのパフォーマンスでファンを魅了していきました。しかし2016年4月に喘息による体調不良でカントリーガールズでの活動を休止します。2016年8月4日にはカントリーガールズを卒業することが発表されました。カントリーガールズを卒業する直前のソロでのダンスパフォーマンスでは2分に満たないとはいえキレッキレの動きを見せる彼女。こうなるとなぜ喘息で卒業と疑問に思う方も多いと思います。喘息といってもいろいろあるようで、有酸素運動を4歳の時から無理をせずにやっていれば発作の発生頻度はかなり抑えられるようです。予防薬もあれば発作が来ると感じた時になんとか抑える薬もあるようで、デビュー後はなんとかなっていたのでしょうか。歌って踊るとなると少なからず無理が出てきたのでしょうね。稲葉真中さんはダンスパフォーマンスが優れていただけに周囲の期待も重かったのだと思います。また桃地の愛称で親しまれている嗣永桃子さんと不仲説が浮上していたことも卒業に大きく関係しているのではないかと囁かれているようです。嗣永桃子さんは2002年にハロープロジェクトキッズオーディションに合格し、ハロプロ入りをしてからカントリーガールズを卒業、芸能界を引退まで15年間ハロプロに所属し続けたベテランです。グリッコ的な設定も完璧にこなす人気者です。嗣永桃子さんは2014年11月5日カントリーガールズにプレイングマネージャーとして加入決定。加入決定の時期は稲葉真中さんとほぼ同時期です。カントリーガールズ内で稲葉真中さんと嗣永桃子さんの不仲説がネットで頻繁に流れていた時期もありましたが、仲が悪いというより相性が悪かったというのが正しいかもしれません。嗣永桃子さんはハロプロでの10年以上のキャリアでリーダーシップを取りながら、メンバー同士は常に対等、それは自分も同じという方針でカントリーガールズをまとめていたようですし、他のメンバーからは慕われていました。稲葉真中さんと会わないと風評が少なからず流れたのは
嗣永桃子さんのぶりっ子キャラと稲葉真中さんのあざと可愛いキャラが被っていて、対立とは言えないまでもリーダーとして仲間をまとめて、キャリアでは到底かなわない嗣永桃子さんに稲葉真中さんがストレスを感じていたのではないかと思われます。少なくとも両者が大人げない言い争いを頻繁に行っていたとは思えません。あとは2017年6月30日青海野外特設会場にて開催された嗣永桃子さんのラストライブに稲葉真中さんが姿を見せなかったことでしょうか。しかし10ヶ月前に卒業して北海道で療養中の稲葉真中さんが会場に姿を見せるのは多少の不都合もあったでしょうし、嗣永桃子さんに対して苦手意識を持っていた可能性のある稲葉真中さんが姿を見せなかったのも無理はないのかもしれません。2016年8月喘息による体調不良で稲葉真中さんは活動期間1年半でカントリーガールズを卒業しました。北海道で1年以上の期間療養後、2017年9月には活動再開が発表されます。ハロプロ研修生、北海道のリーダー的な牽引力を期待されながら様々な活動を始めた彼女、ジュースジュースに加入することが発表された。2018年6月13日の4日前、6月9日に北海道札幌市で開催された第27回よさこいソーラン祭りでペプシ J コーラ怪物舞踏団の一員として激しいダンスを踊っていた稲葉真中さん、実際にはこの舞台のために1ヶ月前から練習に参加していたそうですから、喘息は卒業前より大幅に改善されていたと思われます。喘息の症状の悪化がカントリーガールズ卒業の直接的な原因なのは間違いないでしょう。その喘息の悪化の大きな原因は嗣永桃子さんに対して極度な苦手意識を持っていて、それが大きなストレスになり喘息の悪化につながったのではないかと考えられているようです。カントリーガールズ卒業後、2018年6月13日冬のハロープロジェクトコンサートツアーなど北海道以外での活動も様子を見ながら行っていましたが、体調にも支障がないことから本格的な活動にシフトし、夏のハロープロジェクトコンサートツアーよりジュースジュースに加入することが発表された稲葉真中さん、ジュースジュースでも変わらずあざと可愛いキャラクターとダンススキルの高さでたくさんのファンを魅了してきた彼女、 SNS でも可愛すぎると話題になりましたが、そんな彼女は過去に一度彼氏とのツーショット写真が出回ってしまったようです。2018年の初頭に高校の野球部のマネージャーをしていた時、サッカー部の部員と付き合っていた時のツーショット写真が流出してしまいました。実際に付き合っていたかどうかは不明ですが、高校生の稲葉真中さんも変わらずとても可愛いので、もしかしたら本当に交際していたかもしれませんね。現在の彼氏の情報はありませんでしたが、ジュースジュースを卒業しソロデビューも果たしているので、いつか熱愛報道があってもおかしくはありませんね。今後の動きにも注目していきましょう。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。